どうやらここが地図にあった場所のようですね。ならさっさと目当てのものを見つけようぜ。温泉卵早く食いて。確かこの近くのはずなんだが。あ？え、社長！違う、ファング！なぜここに？あちゃー、何この状況、揃いも揃って。ひょっとして宝探しでもしてたりして？おう、その通りだ。てめえらも手伝え。断る、今は休暇中だ。休暇中だからって許してくれるわけないじゃん。あんたひょっとしてバカなの？それよりさ、むしろチャンスじゃない？こいつをやっつけてお宝ってのを横取りしちゃおう。そうすれば。マリアノ様にお宝を持参すればお褒めいただけるな。次のボーナスもアップになるか。ローンの支払い的にもそれはかなり助かる。横取りとか考えないんだ。はあ、あんた根っから小物だね。ああ、ファングのせいでなんかややこしい状況になっちゃったじゃない。何ごちゃごちゃ言ってやがるんだよ。とっとと手伝え。いや、ちょっとだけ待ってもらおうか。節子か、俺だ。来年の夏は家族全員で南の島で過ごそう。君たち愛する家族のためにパパは頑張るからと子供たちにも伝えておいてくれ。え、浮気？してないしてない。しないよそんなの。本当に今も一人だから。嘘じゃないよ。ただ今の仕事次第で昇進の。おい、まだか。バカ、声を出すなお前。話がややこしくなるじゃないか。あ、ごめん、何？人の声がした。いやいや、酔っ払いだよ。ただの絡んできてしつこいんだってさっきから。いいか、そこにいろ。すぐに戻るからな。マジか。待たせたな。待たせすぎだぞお前。みんな新規の宝石を見つけた挙句に温泉に浸かって温泉卵まで食い終わっちまったよ。することなさすぎてバハスが手持ちの材料で温泉まんじゅうまで作り始めてるとこだ。とことん役に立たないね、バイガって。うるさい、これからが本番だ。その新規の宝石とやらをいただこうか。何？てめえ、俺を誰だと思ってやがる。お前はもうドルファの人間じゃないんだ。従うつもりなんか鼻からないわ。行くぞビビオ。はいはい、やっとやる気が出てきたみたいで安心したよ。フェアライズ。愛する家族に死んでもらうぞお前ら。こいつは大物ね。覚悟しね。行く。任せておき。ソリ。任せておく。次はどうしようか。僕ですね。私の番。アタックエフェクト、マジカルマグナム。はい。手加減せん。終わりにしよう。やらせてもらう。すげえ。飛べ。リボンド。砕き散れ。今だ。行きます。連撃。切り抜け。くわ、これはいけません、いけませんよ。こうなればとっておきを。任せて、フェアライズ。天使降臨。
僕ですね。連撃フェイス切り抜ける。どうでしょう、家のために、家族のために。さあその罪を償いなさい。せつこ、すまない。娘たちを、パパはもうダメだ。南の島の楽園を夢見たばかり。苦しませるのは主義ではない。私が解釈をしてやる。待てよアポローネス、別に殺すことはねえ。に、なんだかんだ社長時代にはお前に世話になったな。腹立つことや苛立つこともあったけどよ、あの頃は楽しかったよ、それなりに。ファング、いや社長。いいかパイガー、命が惜しけりゃ今のうちにドルファを抜けろ。これから大きな戦いになりそうだからな。おい、温泉まんじゅうが蒸し上がったぜ。自分で言うのもなんだが、こりゃ絶品だ。おいバハス、それいくつか包んで渡してやってくれ。私に？神さんと子供によろしくな。ほら行けよ。はい、行くぞビビアン。なんなのあのバカ社長、ちょっとかっこいいじゃん。本当に良かったの？まあそこまで悪いやつじゃなさそうだけど。あいつが死んだら子供がかわいそうだろう。それに邪神さえどうにかすりゃいいんだ。無駄に人殺しすることもねえさ。助けられる命は助けた方が正義の味方っぽいしね。なんだよシャルモン、俺の顔になんかついたのか。ええ、先ほど食べた温泉卵の黄身が。え、どうだ。おい取ってくれバース。しょうがねえな、お母さんじゃねえんだぞ俺は。どうしたシャルマン。僕は正義のためならばティアナさんを殺すこともやむを得ないと思っていた。だけど彼はそれは間違っていると言った。おそらく大した考えもなく本能的に彼を仲間に取り戻してよかったよ。また過ちを繰り返してしまうところだった。あんな辛い思いしたくないと思っていたはずなのに。おいシャルマン、そろそろ行こうぜ。ねえ、そうですね、行こう。リュシン、前に言った言葉は撤回だ。何があろうとティアラさんを救うぞ。了解。